相葉学見ました。まずね、以前ここで紹介したように僕はテレビの自然薯掘りの企画がワクワク感があって好きなんですね。で、今鉄腕ダッシュも自然薯企画やってるんですけど、なんか最近栽培の方に行ってるんですよね。まっすぐに育つように種と一緒に塩ビのパイプみたいなの一緒に埋めて。これね、ぶっちゃけまっすぐの自然薯には興味ないんすよね。僕は自然薯がどれぐらい長いのか、どんな形なのか、掘ってる途中で折れないか、まあ言えばロマンを感じたいんすよ。で、そんな自然薯欲を満たしてくれる番組探してたら相葉学が見つかりましたね。もうこっちはね、料理番組やのに化石の発掘かってぐらい慎重に掘る様子見せてくれるんすよ。いや、掘るじゃないな、自然薯の横に穴開けてそこから自然薯についた土を払っていくっていう感じで、良質な自然薯番組なんす。で、自分でもまさかなんですけど、ここで相葉くんファンになっちゃいましたね。相葉くんいいんですよ。この番組でお寿司を握れるように修行したり、志村動物園で飼育放棄されたペットの毛を刈るトリマーとして技術磨いたり、なんつうかちょっとした街吐き化してるとこもいいんすよね。